The terms king and kingship are applied not only to human rulers, but also to God. Those who are appointed as a ruler of the land were given the symbolic item of the ribboned ring of the kingship. Here in this relief of King Khosrow II, you see two of the rings which are to be given to the king from Mitra right and Anahita left. But what are the rings like? How do they look like? Here is my answer. We have the ring itself here in Japan, though no one knows what it is. No one except me. It is now at Idojiri Archaeological Museum, Nagano, Japan. This is a ring of the kingship unearthed from Jomon Land, Japan. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. では皆さんにコスロ2世を紹介します。ペルシャ帝国最後の王と言われました。紀元後600年前後に活躍した王ということになります。これがそのレリーフです。中央にいるのがコスロ2世です。向かって右側にいるのがミトラ、そして左側にいるのがアナヒータということになります。古代の王たちはこのような形でですね、自分を中央に置いて、そして神々を左右に置いて自分の権威付けを行ったということになります。向かって右側がミトラ、そして左側がアナヒータです。そしてミトラとアナヒーターはコスロー2世に王権のシンボルであるリボン付きのリングを渡しています。王権リングについて説明しておきます。リボン付きの王権リングです。さらにその上位の神からですね、この王権を渡された王もしくは神はですね、その土地の支配権を得ることになります。そのシンボル的なアイテムが王権リングということになります。丸い輪に短冊がついています。そこに注意してください。丸い輪に短冊です。あるいはリボンとも言います。で、拡大してみますとこのような形をしています。で、一見すると丸い輪に見えますが、拡大してみますと螺旋形の形をしているのがわかります。注意深くご覧ください。螺旋形ですね。リングという輪ではなくて螺旋形になっているということです。向かって右の上あたりでその、リングが交差しています。いわゆる螺旋形だということです。で、周りにはなってますかね、模様が描かれています。で、それをちょっと私模型で作っていましたけども、このような形だということですね。そしてそれと同じものが長野県の井戸尻考古館に展示されています。この部分を見てください。で、拡大してみますと、その両者がですね、似ているというレベルを超えて同じであることに皆さんもお気づきになると思います。このリングの模様も一致しています。by 林博史です。そして、このリング、よく見ていただくとわかりますように、やはり、螺旋形です。つまり、井戸尻考古館に展示してある、この土器はですね、土器ではなくて、土偶の一部だということがわかります。これが皆さん事実です。左がコスロ2世の王権リングです。紀元後600年前後に活躍した王です。そして右が縄文リングです。この両者は全く同じです。こうした事実を無視して良いものでしょうか？あるいは無視できるものなのでしょうか？もう一度ここを見てください。もう一つの王権リングはここに、彫刻されています。左の方はやや見にくいという感じですけども、それでもなんとなく模様がですね、似ているというレベルまではわかると思います。すなわちこれもやはり王権リングということになります。
同じ王権リングだということですね。そしてもう一度、先ほどの王権リングと、ミトラが持っていた王権リングと比較してみてください。螺旋形です。模様も一致しています。そしてそれがですね、まあ、レリーフの頭の後ろに付けられているということです。それについては、これからゆっくりと説明します。この王権リングは、さらにその上位の神から、王もしくは神に渡されたものですけども、渡された王はですね、それを頭の後ろにつける習わしになっていたと、私、林浩司は判断しています。これはまた別のレリーフですけども、このレリーフに注意してください。そして色をつけてみましたが、頭の後ろについています。頭の後ろについています。つまりこの部分に、王権リングを飾ったものと思われます。頭の後ろについていることを確認してください。で、南米でも同じような王権リングをかたどった王が、つけた王が表現されています。頭の後ろについています。まあ、アステカでもやはりみんな、頭の後ろにつけていたんですよ。まあ、ともかくもそれが頭の後ろについているという点に注意してください。このレリーフの中でも同じように表現されています。右にいるのがアフラマザー、そして中央にいるのがアルダシール一世です。やはり王権リングを渡されています。右がアフラマザーだということはですね、棒、つまり尺を持っているところからわかります。尺というのはさらにその上位の神権ということになります。で、やはり頭の後ろにつけています。で、そのコンセプトが、イドリシ考古館に展示してある、土器と一致します。大変奇妙なガウン、ローブを身につけています。そして、髪の毛がポコンポコンと表現されています。そして、頭の後ろに、リボン付きの王権リングが表現されています。ですから、まあ、イドシリの方はですね、こうしたリボンが元々はあったはずだと、林博士は考えています。で、左はですね、甲府で見つかっている道具ですけども、腰から下は、復元模型ですから、除外して考えてください。で、ポコンポコンとやはり髪の毛が表現されてますね。そして、頭には丸い輪がついています。で、独特な、まあ、ローブといいますか、ガウンを身につけています。まあ、同じと見ますね。ですから、このように王権リングが、元々はついていたと判断します。そして左を表から見ますと、このようなお面をかぶった ET ということになります。右も甲府で見つかった土偶です。で、三本指だということですね。で、顔も一致していると。なあ、少なくとも人間ではなかったということになります。イコール、まあ、ET、イコール神と考えて良いということになるのではないでしょうか。さらに検証を続けてみます。アフラ・マズダーですね。で、今言いましたように、このアフラ・マズダーと同じ像が日本の長野県の、井戸尻考古館に展示されているということです。ここが重要ですね。で、左がアフラ・マズダー。右も、まあ、それに類したと言いますか、同じに考えて良い神だということになります。繰り返しになりますけども、髪の毛がポコンポコンとついてます。そして、こんな像がアフガニスタンで見つかっています。一応、これはブッダ像ということになってますけども、この像で注意していただきたいのが、この独特なガウンです。この中央のガウンと、右の井戸尻の考古館に展示してある土器のガウンと一致します。まあ、このようなガウンって言いますかね。を、まあ、古代の神は身につけていたということになります。そして、その展開図と比較してみますと、酷似しているというよりも同じと判断できます。中央で垂れ下がって、左右で垂れ下がっています。つまり、このような形で左にあるのは、これは土器ではなくて、土偶の一部ということになるのではないでしょうか。そして、右がニフルサングです。手の先に注意してください。指がない状態でスッと曲がっています。そのコンセプトもやはり一致します。アフラマズダーですね。そしてアフガニスタンで見つかった
象です。独特な衣服を身につけている点に注意してください。そして、このアフラマザーの足に注意してください。これは、折れたり壊れたりしているというわけではないんですね。丸く綺麗に収まっています。つまり、アフラマザーには、フットの部分がなかったということになります。つまり、少なくとも人間ではなかったということになります。ご自身で確認してください。あぶみがありませんね。足が丸くなっています。そしてそのコンセプトは、上のペルセポリスに残るアフラマザーの像とコンセプトが同じになります。一致します。つまり神々は、この地上を歩くときには、歩行補助装置を必要としたということになります。この足で地上を歩くことはできません。まあ、細い足でですね、先がくるっと曲がっていたということになります。右はニムルートで見つかったレリーフですけども、歩行補助装置を身につけています。それについては別のところで詳しく説明しましたので、今日は省略します。で、これが井戸尻考古館で見つかったレリーフです。で、こうした香炉も見つかっています。逆さまに展示してあります。逆さまに展示してあります。ひっくり返しますと、その姿はまさに神の姿ということになります。そしてこれがトルキッシュハットです。トルコの帽子です。現在もこうした帽子が使われています。同じです。そして先ほど言いましたアフガニスタンで見つかった像の衣服と一致します。ご自身で確認してください。そして、ニフルサグの手と、そして、井戸尻にあります、土器でしたね、の手と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。こうして四方八方から一致していきます。となりますと、井戸尻に展示してあるこの土器なるもののですね、円形の、その螺旋形のものは何かと言いますと、当然それは、王権リングということになります。となると、皆さんは顔が違うじゃないか、顔がおかしいじゃないかとおっしゃるかもしれません。確かにこのアフラマザーは人間のような顔をしています。しかし、左のようなオーバーオールヘルメットがバビロニア、メソポタミアで見つかっています。古代の神々は、こうしたオーバーオールヘルメットを被っていたと判断できます。つまり人間と接するときには、このようなヘルメットを被って接していたということになります。そのヘルメットと、そしてアフラマザーの顔とは一致します。つまり、この右のアフラマザーの像の顔は、これは本来の顔ではなくて、オーバーオールヘルメットを被った顔であるということになります。こうして総合的に判断していきますと、井戸尻考古館に展示してある土器なるものの、背面に、表現されている螺旋形のリングは、まさしく王権リングということになります。王権リングです。それが表現されている。そしてそれがですね、紀元後600年前後のコスロー2世のレリーフの中に描かれているということです。つまり、縄文の王権リングが、それから数千年を経たコスロー2世のレリーフの中に描かれているということになります。皆さん、これが事実ですよ。この事実をどう判断するかということですね。それともあなたは偶然の一致と言って、やはり無視してそれで忘れてしまうでしょうか。それでは、いつまで経っても謎の迷路から抜けてることはできないものと、私、林浩司は考えています。余計な心配かもしれませんけれども、大切なことは、自分で考えて足を一歩前へ踏み出すことです。だと考えています。もう一度最後に、この王権リング。もう私はこれを王権リングと判断しましたが、いかがですか？皆さんはこれを何だと思いますか？私、林浩司はこれを王権リングと判断しました。The ribboned ring of the kingship ってことになります。
landmark with its own symbol. A landmark which was made of circle and square. When viewed from the sky, everyone knows it is his land. That is to say that God himself did the declaration to everyone in the sky that this land belongs to God. 神はその場所に神の印をつけた。丸と四角でできたランドマークである。それは空から見て誰もがわかるランドマークであった。そして神は自らこう宣言した。この土地は神のものであると。広し林、浜松シティ、ジャパン。إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Ribbon Ring of Kingship, which connects Japan with other civilizations in the world. 今日の物語はシンプルです。リボン、つまり短冊のついた王権のシンボル、つまり王権リングについてのものです。この王権リングこそが日本ランドの文明が世界第一の文明であったことを証明します。古代ペルシャの王たちは神から王権、つまり地上の支配権を表す王権リングを授かり、その土地を支配しました。それがここで言うリボンのついた王権リングです。そうしたレリーフはバビロニア、メソポタミア、アッシリアの各地に残っています。がそんな中、フランス在住のセリ・キムラさんから一枚の写真が届きました。精細な写真です。説明文によると、コスロー王がミトラに王権を授かっている、そうした場面を表すレリーフの写真です。コスロー王というのはササン帝国最後の王で、6世紀から7世紀の王です。そのレリーフを見て驚きました。私がかねてより予想していた通り、また、動画の中で説明してきましたように、王権リングは、リングではなく、螺旋形、つまり、
渦巻き型のリングだったからです。ビンゴー。つまりその形が長野県井戸尻考古館にある土器のリングと形、そして飾りが一致しました。私はかねてより井戸尻のその土器は土器ではなく土偶の一部であると主張してきました。もうそれから3年になります。そしてそこに表現されているリングは王権リングの一部であると主張してきました。それも3年になります。セリ木村さんから届いた写真は私の仮説を説明あるいは証明するためのものであったのです。それを今日この動画の中で皆さんにお見せすると同時に、これでまた日本の縄文文明は世界に先駆けた世界第一の文明であったという説をさらに補強することができました。つまり物的証拠を手に入れることができました。画面を見ながら説明します。まあ、この写真がですね、セリー木村さんから送っていただいた写真です。精細な写真ですね。そして、まあ、右にいるのがミトラだそうですね。説明文によれば。それは多分そうだろうと思います。トルコの独特のケープを身にまとっています。そして、まあ、中央の王にですね、リングを渡しています。この、まあ、リーフそのものはですね、まあ、その王がですね、まあ、自分の、権威を飾るために作ったリーフですから、当然中央に自分を置き、左右に神々を置いたものと思われます。まあ、右にいるのが、まあ、説明文によるとですよ、ミトラ。そして、左にいるのがアナヒータ、つまり、ミトラの、まあ、母親でもあり、まあ、姉的な存在でもあり、また、ザラスストラの妻ということになります。これが今証明しました、渦巻き型のリング。ここに注意してください。今日のポイントはここですよ、皆さん。ビンゴー、ビンゴー、ビンゴーです。私が予想していた通り、王権リングはリングではなく、渦巻き型の模様、すなわち渦巻きだったんですね。そして、この、まあ、今、このミトラがですね、このような形で王権リングを手に持ち、そして、今、王に、渡そうとしているところですね。いかがですか？これで証明できましたね。で、右が、今、さっき読みました、井戸尻考古館にある土器です。この頭の部分にですね、こうした渦巻き型のリングが描かれているということですね。このリングの模様はですね、縄文ヴィーナスの、まあ、側頭部にも、やっぱり描かれています。なあち、このリングそのものの形がですね、イナンナ、そしてイシュタールの紋章にもなっているわけです。なあち、王権を授かったという紋章なんですね。そして、これをミトラが手に持って、このミトラが持っているところはまた絶妙なんですけどもね、かつて、まあ、なんて言いますか、その後対立関係に入りますけども、かつてはですね、エンキもエンリルも、まあ、仲間の神として君臨していたわけです。まあ、この模様に注意してくださいね。なんて言いますか、まだはっきりしませんけども、鍵、なんて言いますかね、夕方のね、まあ、模様が並べてあるということですね。まあ、このようにしてですね、まあ、左には今度は、ミトラですね。真剣を表す棒、尺を持っています。まあ、この棒はですね、今度はその上のですね、私は神であるぞということを表すための、まあ、シンボルですね。そして、地上の支配権を意味する王権リングをですね、こうして王たちに渡していたわけです。それを授かった王はですね、まあ、人間である場合もありますし、まあ、セミゴッドですね。いわゆる半神、まあ、半人半衆。半人ですね。いわゆる、なんて言いますか、ハイブリッド型の、まあ、神で、人間だった可能性もあります。まあ、このように、これはダリウスですけどもね、左が。そして、右が、アフラマザーです。神経を持ってますね。尺を持ってます。日本で言うと、不動明王ですね。が、その尺を持っています。そして、頭の後ろに、このリボン付きの短冊がつい、リングがついているところに注意してください。ここには、かっていうより私はですね、リングがあったはずだということを主張してきました。その証拠の一つがですね、まあ、井戸尻にあるこの土器ですね。井戸尻の考古館に飾ってあります。そして頭の部分も見つかっているんですよ。そしてこれがですね、まあ、頭にこういうリングがついていたはずだということを私はかねてから主張してきました。そしてそれをですね、今回証明するものが見つかったわけです。この左の像はですね、甲府の県立考古館にあります像ですね。下半分はですね、復元図だそうですから当てになりません。この髪の毛がポコンポコンと出ているところに注意してください。先ほどのアフラマザーの髪の毛と一致します。そして独特な、まあ、なんて言いますか、ローブって言いますかね、このガウンのようなものを身につけています。で、腰から下はですね、復元図ですから、ここでカットしておきます。そして、この頭のリングを見てくださいね。ここにリングがあったはずだ。そして、それはリングではなくて、渦巻き型のリングであるということを、私はかねてから主張してきました。そして、今回、セリ木村さんから送っていただいた写真で、それが証明されたということになります。だから、私はビンゴーと言ったんですよ。さあ、
神々の土地、それは日本ですね。もともとですね、このリボン付きのリングっていうのは何から来てるかと言いますと、私はこのアフラマズダーの紋章から来てると思います。丸い輪に短冊のようなものですね。下半分の作り方のコンセプトが一致してるからです。そしてそれが日本の前方後円墳となったわけです。空から見てですね、この土地は神々のものであるぞってことを宇宙の仲間に示したわけです。そしてそれがですね、まあ、こういった締め飾りになったと。そういうことですね。そしてこのラクスですね。仏教ですが、法具の一つラクス。そしてが、呪詛もその中の仲間ではないかというような意見をいただきました。そして下がですね、締め飾りですね。そしてこのような形になって現在の日本に残っているということですよね。まさに日本は神々の国だったんですね。そしてこれもどなたか視聴者の方からいただいたご意見ですけども、相撲取りがね、使うその回しもそうではないかと。そしてその形はですね、マヤへと伝わっていくんですよ。マヤ、アステカ、これはアステカですかね、の王ですけどもね。まあこの回しと同じコンセプトで作られているということですね。そして頭の後ろにこの、いわゆるまあリボン付きのリングがあるということですね。これはまあ、アステカでは、まあ、あちこちで見つかっています。この頭に注意してください。まあ、腰の、まあ、これ、回しに似てるってことですけど、ね、似てるといえば似てる半レベルで終わるかもしれませんけども、頭のリングはそういうわけにいけませんね。丸い輪にリボンです。これは、まあ、球体かもしれませんがね。まあ、リングと輪、いわゆるリボン付きのリングだということです。そしてそのコンセプトは、ペルシャの、まあ、ペルシャ、現在のペルシャですけどもね、神々の、まあ、それと一致するということですよね。丸い輪に、そして短冊。まあ、これは丸い輪かどうかわかりませんね。髪の毛かもしれませんね。そして、このリボンがついていると。これ丸い輪にリボンです。いわゆる、まあ、短冊ですね。そして、これが、まあ、フラマザーの形と一致する。そして、それが日本の前方後円墳と繋がっているということですね。まあ、そして、それがですね、これは、メッカですね。カーバメッカの、形、それが前方後円というふうに、まあ、形が繋がっていくということです。まあ、それだけではないんですね。今言いましたように、マヤアステカでも同じようなものが見つかっているということですよね。さらに、後で紹介しますけども、エジプトでも見つかっているんですよね。まあ、世界中で見つかっている。ただし、これが王権を表すリボン付きのリングであるということになります。そして、まあ、日本でも見つかっている。まあ、日本が今中心ですよね。一石に考えてください。ね、ペルシャとマヤの間にあるのは日本ですからね。そして日本の方が古いんですよ、皆さん。そこを間違えてはいけませんよ。そしてこれが締め飾りですね。そしてこうした形で、日本ではめでたい日にこうして締め飾りを飾る。そしてその形が一番左の形となって、そしてそれがですね、日本の前方後円墳の形となった。というふうに私は理解しています。まあ、前方後円墳、いわゆるまあ、王権リングの形であるという説は、まあ、林博士の説です。そしてこのような形で、宇宙の仲間に向かって、この土地は神々に属するものであるということを宣言したわけです。この形は空から出ないとわからないんですよ、皆さん。そういうことで、まあ、その前方後円墳の形を理解していただけたと思いますけど、もともとはこの王権リンクから来ていると。そう考えるのは非常に合理的なことだと思います。そしてそれが、まあ、マヤ、ステカにも伝わり、そして今これからお見せしますけども、エジプトでも見つかっているということですね。これは日本の、これは矢立てでね、的に使ってますけども、もともとは王権 のシンボルではなかったかと思います。そして右下がですね、エジプトです。まあ、このように丸い輪に、まあ、あることですね。で、まあ、これは矢の的として使われてますけどもね。それと同じものがエジプトでも見つかっているということですよね。まあ、ちょっと厳しいかなという部分もありますけどもね。まあ、そう、大変よく似ているということですね。で、結論ということになりますけども、もう分かりですよね。いわゆるまあ、これが、セリキムラさんから送っていただいた、精細な写真ですけども、
その写真の中に描かれている、まあ、王権を表すリボン付きのリングですね。リボンリング、キングシップです。で、まあ、このキングシップを授かった、まあ、王権を授かった王たちはですね、その土地を支配したわけです。そして、まあ、このリングはですね、今までは輪だと思ってたんですけど、これによって初めてこれがですね、渦巻き型の輪であることが分かりました。そして、その形は、糸尻の、まあ、高校館に飾ってある土器の、まあ、この土器のですね、頭の部分の後ろの、まあ、この形と一致したということです。そして、同じ場所にですね、頭の部分も発見されているんですよ。大変興味深いことですね。そして、まあ、これがですね、まあ、日本がですね、世界第一の文明であったという証拠になるわけです。地球を見てください、皆さん。日本はここでしょ？真ん中にあるんですよ。そして日本の縄文文明は、ペルシャの文明やマヤの文明よりも古いんですよ。歴史があるんですよ。ね。そしてそれがですね、ペルシャに伝わった。いいですか？ペルシャから日本に来たんじゃないんですよ。そして、まあ、日本から今度は、環太平洋を通って、まあ、南、アメリカ、北アメリカに大陸に伝わったということですね。その証拠も出てきましたので、まあ少し前それを皆さんにビデオで紹介しました。要するにこうして日本のですね、文明というのは世界の中心にあって、そして東西にわたってですね、その文明が伝わっていたと、まあ、そう考えて、どこが間違っているでしょうか。その証拠がこの、いわゆる渦巻き型の、リボン付きリングということになります。もう一度皆さん自分の目で確認してください。ここにね、リングがあります。そして同じものが日本の長野県から発掘されてるんですよ。そして日本のリングの方がはるかに精細に精緻に作ってありますね。向こうから日本へ来たんじゃないんですよ。渡来じゃないんですよ。わかりますか？日本から世界に伝わったんですよ。ということで、まあ続くビデオどうか、まあお楽しみください。Bye for now. Ladies and gentlemen, the new year is the most important celebration in Japan, and even if they look like simple ornaments, kamikazari is the traditional Japanese new year decorations which have complex spiritual meanings for over 2,000 of years. Some are for protection, others for welcoming kami or the gods. Hiroshiyashi, Hamamatsu City, Japan.
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Ribbon Ring of Kingship, which connects Japan with other civilizations in the world. 今日の物語はシンプルです。リボン、つまり短冊のついた王権のシンボル、つまり王権リングについてのものです。この王権リングこそが日本ランドの文明が世界第一の文明であったことを証明します。古代ペルシャの王たちは民から王権、つまり地上の支配権を表す王権リングを授かり、その土地を支配しました。それがここで言うリボンのついた王権リングです。そうしたレリーフはバビロニア、メソポタミア、アッシリアの各地に残っています。が、そんな中、フランス在住のセリ・キムラさんから一枚の写真が届きました。精細な写真です。説明文によると、コスロー王がミトラに王権を授かっている、そうした場面を表すレリーフの写真です。コスロー王というのは、ササン帝国最後の王で、6世紀から7世紀の王です。そのレリーフを見て驚きました。私がかねてより予想していた通り、また動画の中で説明してきましたように、王権リングは、リングではなく、螺旋形、つまり渦巻き型のリングだったからです。ビンゴー!つまりその形が、長野県井戸尻高校館にある土器のリングと形、そして飾りが一致しました。私はかねてより、井戸尻のその土器は土器ではなく土偶の一部であると主張してきました。もうそれから3年になります。そしてそこに表現されているリングは王権リングの一部であると主張してきました。それも3年になります。セリ・キムラさんから届いた写真は私の仮説を説明あるいは証明するためのものであったのです。それを今日この動画の中で皆さんにお見せすると同時にこれでまた日本の縄文文明は世界に先駆けた世界第一の文明であったという説をさらに補強することができました。つまり物的証拠を手に入れることができました。画面を見ながら説明します。まあ、この写真がですね、セリー木村さんから送っていただいた写真です。精細な写真ですね。そして、まあ、右にいるのがミトラだそうですね。説明文によれば。それは多分そうだろうと思います。トルコの独特のケープを身にまとっています。そして、まあ、中央の王にですね、リングを渡しています。この、まあ、リーフそのままで、ものはですね、まあ、その王がですね、まあ、自分の、権威を飾るために作ったリーフですから、当然中央に自分を置き、左右に神々を置いたものと思われます。まあ、右にいるのが、まあ、説明文によるとですよ、ミトラ。そして、左にいるのがアナヒータ、つまり、ミトラの、まあ、母親でもあり、まあ、姉的な存在でもあり、また、ザラスストラの妻ということになります。これが今証明しました、渦巻き型のリング。ここに注意してください。今日のポイントはここですよ、皆さん。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴです。私が予想していた通り、王権リングはリングではなく、渦巻き型の模様、すなわち渦巻きだったんですね。そして、この、まあ、今、このミトラがですね、このような形で王権リングを手に持ち、そして、今、王に、渡そうとしているところですね。いかがですか?これで証明できましたね。で、右が今、さっき読みました、井戸尻考古館にある土器です。この頭の部分にですね、こうした渦巻き型のリングが描かれているということですね。このリングの模様はですね、縄文ヴィーナスの、まあ、側頭部にもやっぱり描かれています。なあち、このリングそのものの形がですね、イナンナ、そしてイシュタールの紋章にもなっているわけです。なあち、王権を授かったという紋章なんですね。そして、これをミトラが手に持って、これミトラが持っているところはまた絶妙なんですけどもね、かつて、まあ、なりますか、その後対立関係に入りますけども、かつてはですね、縁起も縁リルも、まあ、仲間の神として訓練していたわけです。まあ、この模様に注意してくださいね。なんて言いますか、まだはっきりしませんけども、鍵、なんて言いますかね、夕方のね、まあ、模様が並べてあるということですね。まあ、このようにしてですね、まあ、左には今度は、
見たらですね、あの、真剣を表す棒、尺を持っています。まあ、この棒はですね、今度はその上のですね、私は神であるぞということを表すための、まあ、シンボルですね。そして、地上の支配権を意味する王権リングをですね、こうして王たちに渡していたわけです。それを授かった王はですね、まあ、人間である場合もありますし、まあ、セミガードですね、いわゆる半神、まあ、半人半衆。半人ですね。いわゆる、なんて言いますか、ハイブリッド型の、まあ、神であ、人間だった可能性もあります。まあ、このように、これはダリウスですけどもね、左が。そして、右が、アフラマザーです。神経を持ってますね。尺を持ってます。日本で言うと、不動明王ですね。が、その尺を持っています。そして、頭の後ろに、このリボン付きの短冊がつい、リングがついているところに注意してください。ここには、かっていうより私はですね、リングがあったはずだということを主張してきました。その証拠の一つがですね、まあ、井戸尻にあるこの土器ですね。井戸尻の考古館に飾ってあります。そして頭の部分も見つかっているんですよ。そしてこれがですね、まあ、頭にこういうリングがついていたはずだということを私は兼ねてから主張してきました。そしてそれをですね、今回証明するものが見つかったわけです。この左の像はですね、甲府の県立考古館にあります像ですね。下半分はですね、復元図だそうですから当てになりません。この髪の毛がポコンポコンと出ているところに注意してください。先ほどのアフラマザーの髪の毛と一致します。そして独特な、まあ、なってますが、ローブって言いますかね、このガウンのようなものを身につけています。で、腰から下はですね、復元図ですから、こうやってカットしておきます。そして、この頭のリングを見てくださいね。ここにリングがあったはずだ。そして、それはリングではなくて、渦巻き型のリングであるということを、私は兼ねてから主張してきました。そして、今回、セリキムラさんから送っていただいた写真で、それが証明されたということになります。だから、私はビンゴーと言ったんですよ。さあ、神々の土地、それは日本ですね。もともとですね、このリボン付きのリングっていうのは何から来てるかと言いますと、私はこのアフラマズダーの紋章から来てると思います。丸い輪に短冊のようなものですね。下半分の作り方のコンセプトが一致してるからです。そしてそれが日本の前方後円墳となったわけです。空から見てですね、この土地は神々のものであるぞということを宇宙の仲間に示したわけです。そしてそれがですね、まあ、こういった締め飾りになったと。そういうことですね。そしてこのラクスですね。仏教ですが、法具の一つラクス。そしてが、呪詛もその中の仲間ではないかというような意見をいただきました。そして下がですね、締め飾りですね。そしてこのような形になって現在の日本に残っているということですよね。まさに日本は神々の国だったんですね。そしてこれもどなたか視聴者の方からいただいたご意見ですけども、相撲取りがね、使うその回しもそうではないかと。そしてその形はですね、マヤへと伝わっていくんですよ。マヤ、アステカ、これはアステカですかね、の王ですけどもね。まあこの回しと同じコンセプトで作られているということですね。そして頭の後ろに、ね、この、いわゆるまあリボン付きのリングがあるということですね。まあ、これはマヤ、アステカでは、まあ、あちこちで見つかっています。この頭に注意してください。まあ、腰の、まあ、これ、回しに似てるってことですよね。似てるといえば似てる半レベルで終わるかもしれませんけども、頭のリングはそういうわけにいけませんね。丸い輪にリボンです。これは、まあ、球体かもしれませんがね。まあ、リングと輪、いわゆるリボン付きのリングだということです。そして、そのコンセプトは、ペルシャの、まあ、ペルシャ、現在のペルシャですけどもね、神々の、まあ、それと一致するということですよね。丸い輪に、そして短冊。まあ、これは丸い輪かどうかわかりませんね。髪の毛かもしれませんね。そしてこのリボンがついていると。これ丸い輪にリボンです。いわゆるまあ短冊ですね。そしてこれがまあ、アフラマザーの形と一致する。そしてそれが日本の前方後円墳とつながっているということですね。まあ、そしてそれがですね、これはメッカですね。カーバメッカの、形、それが前方後円墳というふうにまあ、形がつながっていくということです。まあ、それだけではないんですね。今言いましたように、マヤ・アステカでも同じようなものが見つかっているということですよね。さらに、後で紹介しますけども、エジプトでも見つかっているんですよね。まあ、世界中で見つかっている。すなわち、これが王権を表すリボン付きのリングであるということになります。そして、まあ、日本でも見つかって、まあ、日本が今中心ですよね。一時的に考えてください。ね、ペルシャとマヤの間にあるのは日本ですからね。そして日本の方が古いんですよ、皆さん。そこは間違えていけませんよ。そしてこれが締め飾りですね。そしてこうした形で、日本ではめでたい日にこうして締め飾りを飾る。そしてその形が一番左の形となって、そしてそれがですね、日本の前方後円墳の形となった。というふうに私は理解しています。まあ、前方後円墳、いわゆるまあ、王権リングの形であるという説は、まあ、林博士の説です。そしてこのような形で、宇宙の仲間に向かって、この土地は神々に属するものであるということを宣言したわけです。この形は空から出ないとわからないんですよ、皆さん。そういうことで、まあ、その前方後円墳の形を理解していただけたと思いますけど、もともとはこの王権リンクから来ていると。まあ、そう考えるのは非常に合理的なことだと思います。
そしてそれが、まあ、マヤ、アステカにも伝わり、そして今これからお見せしますけども、エジプトでも見つかっているということですね。これは日本の、これはヤタテでね、的に使ってますけども、もともとは王権 のシンボルではなかったかと思います。そして右下がですね、エジプトです。まあ、このように丸い輪に、まあ、あることですね。で、まあ、これは矢の的として使われてますけどもね。それと同じものがエジプトでも見つかっているということですよね。まあ、ちょっと厳しいかなという部分もありますけどもね。まあ、そう、大変よく似ているということですね。で、結論ということになりますけども、もうお分かりですよね。いわゆるまあ、これが、セリキムラさんから送っていただいた、精細な写真ですけども、その写真の中に描かれている、まあ、王権を表すリボン付きのリングですね。リボン、リング、キングシップです。で、まあ、このキングシップを授かった、まあ、王権を授かった王たちはですね、その土地を支配したわけです。そして、まあ、このリングがですね、今までは輪だと思ってたんですけど、これによって初めてこれがですね、渦巻き型の輪であることが分かりました。そしてその形は、糸尻の、まあ、高校館に飾ってある土器の、まあ、この土器のですね、頭の部分の後ろの、まあ、この形と一致したということです。そして同じ場所にですね、頭の部分も発見されているんですよ。大変興味深いことですね。そして、まあ、これがですね、まあ、日本がですね、世界第一の文明であったという証拠になるわけです。地球を見てください、皆さん。日本はここでしょ？真ん中にあるんですよ。そして日本の縄文文明は、ペルシャの文明やマヤの文明よりも古いんですよ。歴史があるんですよ。ね。そしてそれがですね、ペルシャに伝わった。いいですか？ペルシャから日本に来たんじゃないんですよ。そして、まあ、日本から今度は、環太平洋を通って、まあ、南、アメリカ、北アメリカに大陸に伝わったということですね。その証拠も出てきましたので、まあ少し前それを皆さんにビデオで紹介しました。要するにこうして日本のですね、文明というのは世界の中心にあって、そして東西にわたってですね、その文明が伝わっていたと。まあ、そう考えて、どこが間違っているでしょうか。その証拠がこの、いわゆる渦巻き型の、リボン付きリングということになります。もう一度皆さん自分の目で確認してください。ここにね、リングがあります。そして同じものが日本の長野県から発掘されてるんですよ。そして日本のリングの方がはるかに精細に精緻に作ってありますね。向こうから日本へ来たんじゃないんですよ。渡来じゃないんですよ。わかりますか？日本から世界に伝わったんですよ。ということで、まあ続くビデオどうか、まあお楽しみください。バイ。For now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A Fula Mazda in Japan. It's proof and evidence. I say here in this video, A Fula Mazda was in Japan. I show you only fact, so it's up to you how to weave or unify these facts into a logical theory.Believe it or not. In Japanese, アフラマザーはこの日本にいました。その証拠と証明。アフラマザーというのは、まあ、太陽系全体をですね、支配する神の中の神ということになります。そのアフラマザーは日本にいました。これはイランに残るレリーフですけども、右にいるのがアフラマザーです。左にいるのがミトラです。アフラマザーがまあ、地上の支配権を意味する王権を渡しています。丸い輪にリボンがついています。そしてその王権を表すシンボルは頭の後ろにつけるようになっていたように思われます。リボンが頭の後ろから流れていることに注意してください。すなわち、これが王権を表すシンボルマークだということですね。これは、これもまた別のレリーフですけども、やはりアフラマザーが王に、どこかの王に、王権を表すシンボルを、リボンのついた輪を渡しています。そして、この同じように、頭の後ろに、後ろにですよ、その王権を表す、まあ、シンボル、マーク、シンボルをですね、つけていることに注意してください。アフラマザーです。そして、井戸尻で見つかった、これが土器ということになってますけども、これは土器ではありませんね。独特のガウンと言いますか、ローブを身につけています。それから、ポコンポコンと頭の後ろに出てるのは髪の毛です。そして、まあまあそのリボンをつける輪がですね、頭の後ろに ついてることに注意してください。これ同じく見つかった土偶ですけども、頭の後ろに輪がついてますね。そして、まあ、
ここにリボンについて輪をつけたか、それはあるいはリボンが取れている可能性もあります。ともかくも、ここにポコンポコンと出ているのは髪の毛だということは、これでお分かりになっていただいたと思います。すなわち、右の井戸地で見つかったこの土器は土器ではありませんね。土偶の一部です。そして、この左の方はですね、腰から下は復元図だそうですから、これは想像して、まあ、勝手にですね、誰かが作ったものだそうです。ですから、当てになりません。で、このように頭の後ろにリボンのついた輪を、まあ、王権を表すシンボルマークをつけていたわけですね。そしてこれが、甲府で見つかっている土偶ですけども、右が甲府、県立考古館、博物館にあります土偶です。同じだということに皆さんお気づきになると思います。まあ、左右反転しましたが、指が、3本だということに注意してください。で、顔が同じですね。まあ、これは同じものと見ますよね。見ます。そして肩のところに独特のなってますかね、くぼみのようなものがあります。同じですね。そしてこの、まあ、甲府の考古館にはですね、同時にこのような、奇妙な、土器といいますか、土偶が並べられています。上は明らかに宇宙服ですね。そして真ん中は歩行補助装置ですね。そして長靴が、ブーツのような長靴があります。も発見されています。そしてこの、くるくるっとしたマーク、注意してくださいね。これは縄文のヴィーナスですけども、同じような、まあ、王を表す、神権を授かったという意味を表す、渦巻きが書いてあります。左は、釈迦堂で見つかった、土器です。これは何か意味分かってないってことだそうですけども、これは逆さまにしていますと、同じだということに皆さんお気づきになると思います。大きな目が二つあって、そして、特にこの髭のようなね、生命維持装置のような、まあ、突起物が出ていることに注意してください。そして鼻は縦になっています。これは二ともマスクですから、このような形をしているわけですね。そして、よく見ますと、左右に同じように、まあ、なってますか。ヒレのようなものがついています。そして、大きな目ですね。そして、目が二重線になっていることに注意してください。まあ、こうした細かいところまで表現しているわけですね。そして、右の方が、ギザ高原で見つかった、まあ、テラコッタって言いますかね、土偶ですわね。で、この首のコンセプト。それから、細い首。それから、大きな目ですよね。そして、頭には帽子をかぶっています。で、このようにして並べてみますと、この三者は同じだことに気がつきますが、さらに目の縁を見ますと、二重線になっています。まあ、このように細かいところまで表現しているわけですよね。そして、鼻が長くて、鼻って言いますかね、このヘルメットがないということですよね。で、その、まあ、これが、まあ、ギザ高原で見つかった像です。そして、もう一度この二つを並べてみますと、これらはまさしく同じものということになるわけですね。同じ甲府盆地の周辺で見つかっています。そしてこの像を頭にはめてみますと、ちょうど私も井戸尻で見てきましたけども、ちょうどすっぽり入る大きさで両方井戸尻の考古館に展示されています。そして右がアフラマザーです。アフラマザーがの頭を見てください。この帽子はですね、ペルシャ周辺でも今でもこの帽子が使われています。そして、この手ですよね、問題は。これが、なんでこんなスルスルっと丸くなってるかということが分からなかったんですけども、同じ像がですね、メソポタミアの方からで発掘されました。で、このくるっとね、何かこう、指のない手ということになりますけども、これはニンフルサーガです。これは女神の母ですよね。7人のシュメールの、女神の中の7人の一人です。やはり同じような手をしていることに皆さん注意してください。まあ、山の神とかね、豊穣の神とかって言われています。ニンフルサーガです。あれ、ニンフルサーグとも言われていますが、まあ、とにかくこの手で、まあ、謎が解けました。ということで、こうして並べてみますと、まあ、なんて言いますか、日本の、いわゆるその、日本の土偶とですね、あら、と、それから、アフラマルダの関係がこうして繋がっていくわけです。すなわち、まあ、以上のことからですね、この、なんて言いますか、アフラマルダは日本にいたということになります。というのが今日の話です。まあ、今まで何度もこういうことを述べてきましたので、今日はそのまとめということで、もう一度確認していただきたいために、このようなビデオを作ってみました。皆さん、日本にアフラマルダはいたんですよ。もっともこんなことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに否定なさる方も多いかと思いますけども、もしそうなら、私は今日ここにお見せした事実をですね、もう一度、まあ、ご自身の目でね、見て判断して、そして、まあ自分で考えてみてください。ということで、今日のビデオはこれで終わりますが、いかがでしたか？まあ、アフラマズダも日本にいたと。もちろん、イナンダも日本で生まれ育っています。エンキもエンリルも日本にいました。いわゆる日本にはオールキャストが揃っていたということですね。まあ、ともかくも、ここに見せたものはですね、全部一人の神、
アフラ・マズダーだということです。彼は日本にいました。間違いなくいましたね。と私は断言いたします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!